現実的に、まあ、今勉強どころではないなって、すべての子どもたちのそういう大事な時間が、止まってしまっています。海岸からほど近い能登町の小木小学校、現在も教室や体育館には100人ほどが避難していて、授業再開の見通しは立っていません。こちらですね、はい、中谷選手写真と、ね、はい、本当は今日の始業式で、はい、子どもたちにも見てもらったり、はい、ワクワクする時間を作れたらいいなって、それは私も楽しみにしていたんですけど。大谷翔平選手から全国の小学校に贈られたグローブも児童たちに届けることはできませんでした。私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。本当に今の私ね、私たちに刺さる言葉ですね、子どもたちの心にキラリと光るものが生まれたらいいなと思います。加藤校長は授業再開のめどは立っていないものの、子どもたちがグローブに触れる機会を作りたいと話していました。